はい、こんにちは。ピースの渡辺です。今日はですね、何撮ろうかね。久しぶりにカメラ持ってきたんですけれども、展示場見てみたり、あとなんだ、点検かける車とかちょっと映していこうかな。とりあえずこれタントカスタム、初期モデルのタントカスタムですね。初期モデルのタントカスタム。この間うちのガクトがね、オークションの方から買い付けしてきた車なんです。点検して、パーツ交換とかもね、いろいろやりました。これ距離がね、15万キロぐらい乗ってたんだよ。初期モデルで15万キロ、平成19年式。まあね、もう距離的に年式的にちょっと古いなっていうのは実際感じるのはあるんですけれども、まあでもね、まだ見た目的にこのね、色合いもいいし、まあ仕上げればなんとかなるかなと思うんですけども、タントカスタム、まあなんつったらいいかな。この辺ってさ、福島県相馬市、田舎です。田舎、一人時代ね、本当足代わりに車がないとね、生活するのに仕事行くのも行けないようなね、こんな田舎なもんでね、20万30万の軽の需要はね、やっぱりあるんですよ。まあそういう風な足代わりの時代と思って、ちょっとね、まずね、ラジエーター新品パーツ交換しました。オーツセンサーも交換。この内部のイグニションコイル、プラグも新品交換。あと何やったっけかな、あとあれだ、室内が汚かったのね。シートが汚れてたんです。なもんでシートカバー、ルームクリーニングかけたんですけど、汚いからシートカバー取り寄せして、シートカバー、これついでかついでないかやっぱ全然違うもんね。室内シートが擦れてたんですよ。で、汚いなと思ったんで、まあ距離はね、乗ってる車なんですけども、やっぱりね、汚い車じゃ欲しくないべなと思うんで、お金はちょっとかかるんですけども、まあ仕上げた方がいいべと思ってね、シートカバーも取り付けさせていただきました。タントカスタム初期モデルだけど、でもね、もう車検もパーツ交換しながら車検の方も通してある状態なんで、あとは内外装の仕上げをやってすぐ乗れるようになりますね。すぐ販売できるようになります。タントカスタム週末には仕上がるかな。それと、あとこちら、これもタント、これは2代目モデルのタントだね。これ四駆のタントです。これこの間、点検かけながら10万キロかな、四駆の10万キロ、平成20年式の2代目モデルのタントカスタムですね。これもね、車検通してきたんですけども、エアコンコンデンサー、あとエアコンの電動ファンがね、ちょっと調子悪くて、エアコンの冷えがいまいちです。なんで今電動ファン新品取り寄せしてます。交換してから出すようになりますね。あと何やったっけかな、あと特にやってないかな。ピースでね、この、まあ、20万30万円くらいの軽自動車をメインで取り扱いするんですけども、基本的に全部、点検かけで、あと一応まあ最低限、不具合感じてるところのパーツは交換してからね、店頭に出すようにやってました。で、このダイハツ系、今回このダイハツ系多めにやってるんですけども、このクロムーブもこの間仕入れてきた車、これもね、ラジエーターがダメですね。これラジエーターのコアがちょっと裏側なんですけども、匂いがね、プーッと匂いするんですよ。で、これのラジエーターコア、まあ、さっきのタントカスタムもさ、ラジエーター交換したんですけども、まあ、これも交換をして、あと、ウォーターポンプ、このモデルのムーブね、 KF エンジンのウォーターポンプ弱いんで、ラジエーターコアとウォーターポンプも交換して、あとは車検通して店頭に出すようになりますね。なんか最近このムーブじゃないや、このダイハツ系触ってて、ラジエーターコアのね、交換がちょいちょい出てますね。まあやっぱりね、10年経ち15年経ち、ラジエーターコア上の部分が、ラジエーターコアの上の部分、あれがね、プラスチックの素材なんでね、まあ漏れで当たり前なんですけども、ダイハツ系比較的弱い感じがありますね。まあ、とりあえず、でも点検かけてで、にじみ、漏れ、まあ漏れてるのはもう話にならないね。にじみ若干出てんなと思ったのも、今社外パーツで安いラジエーターコアなんかもあるんでね、そういうのを使ったりして、
少しでもね安価で、仕上げできるようにやりながらやっておりました。とりあえずこの辺のダイハツ系も、パーツ交換しながら、あと内外装仕上げで車検通してから店頭に出すようにいたします。ピースで車検を通してから店頭に出すようにしているというのもね、この取り扱いしている車種がどうしてもやっぱ10万キロオーバー10年用事の車をメインでね触ってるんで、もう壊れてて当たり前なんですよ。傷んでて当たり前なんで、点検かけて、福島より郡京区まで自走で140キロね往復あるんです。なんで自走で140キロ走らせると、まあ、大体調子が悪いがもね大体わかるんで、車検通しながら、テスト走行も兼ねてね走らせながら仕上げて、不具合感じたらパーツ交換しながらね仕上げて店頭に出すようにやってました。軽トラックコーナー、最近軽トラックもちょいちょい入荷しておりました。あとは何だろうな、普通車もねまた買ってた車があったのと、板金仕上がってきた車もありましたね。ピースでね基本的に軽をメインでやってるんですけども、まあ、たまにですけどね、やっぱ車屋さんとしてさ、普通車とかもたまにね面白くないんでね、何台かはタイミングがあれば落札して、オークションの方から落札するような感じでやってました。これ伊豆坂の動画で撮ってたねマズダのアテンザ6速のマニュアルです。6速マニュアル、これ板金塗装お願いしてで昨日仕上がってまいりました。後ろがねへっこんでたんですよ、この辺。綺麗に仕上げてもらったね、いい感じ。マツダアテンザの6速マニュアル。はい、まあこれもとりあえず外装も仕上がったんで、あとは内装のルームクリーニングかけながらだね。ね、仕上げ業務順々に仕上げていこうと思います。あとこれはこの間オークションで買ってきたやつ、アテンザじゃなくてなんだっけ、アルテッツァ、トヨタのアルテッツァね、オートマでございます。ピースのこの YouTube チャンネルに、ね、ちょいちょい出てきてくれるねフミエモンさん、このねアルテッツァのマニュアル載ってるんですけども、フミエモンさんのアルテッツァ見てたっけさ、あ、なんかアルテッツァいいなと思って、マニュアルはね高いんですけども、オートマになると値段的にねぐっと安くなるんで、あ、いいなと思って、これ4万キロちょいのね距離は少ない車なんですよ。で、まあ、いいなと思ったからさ、低走行でなかなかないからね、今回落札してみました。まあ、これも今から点検かけながらね仕上げの方やっていく予定です。あとフリード、まあこれはまあもう無難なコンパクトカーだね。とりあえずね普通車もちょっとだけですけど入荷しておりました。あとこの辺の車たち、点検かけながら、まだ点検も何もする前ね、点検かけで車検通していこうかなと思ってた車たちね、このライフとかこのバンパーとかさ、すごいこれもうこういう風なのね、もう交換しちゃった方が手取り早いのね、板金塗装でやってるより。フロントバンパー、リアバンパー、どっちもさ、これ傷、こういうのは、まあ、中古パーツ取り寄せ動画さ、あとは在庫で持ってるやつから使ったりして、中古パーツね、バンパーに関して中古パーツ交換して仕上げていく予定でございます。まあこの辺のオッティードがライフドが、まあ、いつも通りだね。基本的にうちで、まあ、さっきから言ったけど20万30万で、販売できる軽自動車をメインでやってるんですけども、最近中古車の相場がね、いやどうしてもやっぱちょっと高くてね、なかなか値段が上がり気味でございます。20万で乗れる車なかなかないね。25万30万で、総仕上がりっていうのがだいぶ増えてきてるなって感じで、まあでも車検2年付きで新品タイヤもワンセット付けさせてもらいながらね、その値段でご提供させてもらってるんですけども、まあ、この辺のがそうですね、ちょっと行ってみます。この辺の担当とかだな、平成20年式9万8000キロのタイミングチェーン式ね、スマートキータイプで、点検かけた時にこのモデル KF エンジンね、ウォーターポンプちょっと異音が感じたもんでね、ウォーターポンプの方はもう交換いたしました。ファンベルト AC ベルト類も一緒にね交換して、でこれは
店頭お渡し価格コーナー、込み込みポッキリ価格コーナーってやつなんですけども、車検2年付きで、新品タイヤ1セット、今履いてる他に1セット新品タイヤも付けさせていただいて、あとエンジンミッション1ヶ月1000キロ保証付けさせていただきながら、全部込み込みで30万円で店頭お渡しのお車となります。まあ、こんな感じのね、新品タイヤ、今タイヤの値段もねやっぱ上がってきちゃっててね、なかなか、まあ、原価がだからね上がっちゃってるんだよね。車の視界の値段も上がっちゃって、タイヤもねじわりじわりと上がってきてて、アルミホイールもじわりじわりと上がってきて、何でも上がってきてるもんね今本当に。でも20万円でこれも新品タイヤ付きで販売しているムーブなんですけども、距離は乗ってます。15万9000キロ、17年式のタントカスタムね、これは20万円で全部込み込み新品タイヤまで付けさせていただいて、店頭渡しで、エンジンミッション1ヶ月1000キロ保証付けさせてもらってます。20万円で出せる車ね、こんなのもございます。悩ましいんだよね本当は。走行距離的に正直この中古車相場の高騰する前だったらこの車仕上げなかっただろうね。モデル的にも古くなってるっていうのもあるんですけど、まあ距離だよね、距離的に15万6000キロ、お金かけて仕上げてまでっていう風なのはなかなか難しい。でも今ねどうしてもこの相場が高い中で、なんつったらいいんだろうな、なんつったらいいのかな、ね、最初に言ったけどそのここら辺やっぱ田舎なんですけどもね、一人一台どうしてもね足が必要な地域です。こういうねやっぱ10万円20万円で乗れる軽自動車の需要ってね間違いなくねあるんですよ。だからさ、ある程度こうね見てくださってるお客様に、利用してくださるお客様に、ある程度は妥協していただきながら、距離は乗ってっけどモデルは古いけどでもね、とりあえず足としてはね、今現状走行上不具合はないです。エンジンのイグニッションコイル度が弱いからね、そういうここら辺のやつはもう新品交換して、あと O2 センサーも弱い、これね、このモデル、これも新品交換します。一応最低限の仕上げの方やって、お渡しさせていただければ、お渡しさせていただけるようにと思ってね、やってはいるんですけど、難しいね。商売として見たときにはね、単価が上がる方が商売として、利益を出す上では高単価の方がお金が動くから商売としては成り立てやすいのかなっていうのもねちょっとあるのはあるんですけども、でもやっぱ高いからね、原価が高いと3万5万10万の差って、こういう20万30万の低価格帯の車に関してはね結構大きな差になってくるんですよね。いろんなこと考えながらねやってるつもりなんですけど、どんなことやったらいいかなと思って、どうしても上がってしまう原価に関してはさ、まあ販売価格の方にどうしても反映しちゃいますんでね、なんとも、人間もただで動かないしね、私もそうだしね、ケンちゃん、ガクト、シカちゃんとね人件費もかかるし、なんとも商売でやってる限り利益はいただけないと、なんともね回らなくなっちゃうからさ。でもお金もらってさ、こうやって車ご提供させていただいてるんで、やっぱ悪いものは出したくはないんですよ。できる限りやってからさ、完璧なものは出せないんですけど、あくまでも10年落ち10万キロオーバーの中古車なんでね、完璧だっていうものはないんですけども、でもねとりあえず足としてしっかりと使えるもの、動くもんだから故障リスクはあるんですよ。だけど最初から壊れるようなものは出したくはないんでね、弱いなと思うところはパーツ交換かけてから車外パーツ使ってみたりさ、中古の、ね、外装パーツで交換してみたりね、あとなんだリビルトパーツで、まあ新品使わねえかダメな部分もあるけど、リビルトパーツでいい道具もあるしね、本位を使ったりしてさ、仕上げの方やらせてもらっております。この辺の車たち、今週末の引き渡しの車たちでございます。利用してくださるお客様にねやっぱ喜んでいただけるように、あーピースで買ってよかったなって思っていただけるようなね車になりたいなと思って商売やっております、まあ、一応こんな感じで、また明日明後日土日、車今何台なんだ、150台ぐらいは並んでるかな、すぐ乗れる軽自動車たちいっぱい並んでますんで、足帰りの軽自動車お探しの方いらっしゃいましたら
低価格車専門店ピース、どうぞよろしくお願いいたします。バイバイ。